y イコールサインシータのグラフは、もう説明しました。このようなグラフでした。三角関数では、シータのことを、x と書くことも多いので、横軸を、x として、この式を、y イコールサイン x と書きます。さて、次は、このような式のグラフを説明します。と言っても、急にこんなに複雑なものはやりません。まず、この部分だけ。つまり、y イコールサイン 3x のグラフを紹介します。この式のグラフを考えるのは、苦手な人が多いのですが、次のようにイメージすることをお勧めします。この、x を、時刻だと考えてみるのです。つまり、x の値として、1秒後、2秒後、という風に考えてみるのです。つまり、こっちの式は、1秒後の角が1度、2秒後の角が2度になる。こっちの式では、1秒後の角が3度、2秒後の角が6度になる、というようなイメージです。つまり、こっちの方が、急激に角度が変化していくというわけです。ズバリ、イメージを作るために、シミュレーションを見てもらいます。x の代わりに、タイムの t を使って書きます。これは、物理でよく使われる記号です。まず、y イコールサイン t のグラフは、このようになります。90秒後の時に、角が90度になるので、サインの値が1になっている、という意味です。では、y イコールサイン 3t のグラフを書いてみます。随分、忙しいグラフになりました。t が30秒の時に 3t の値は90、つまり角度が90度になるという解釈をします。よって、この時にもうサインの値が1になっているのです。では、イメージをつかむために自分でシミュレーションを動かしてみてください。イメージがつかめたと思いますので、話を戻します。t を x に戻して、y イコールサイン 3x のグラフを説明します。この場合は、x を時刻ではなくて、x 軸の目盛りの角度だと考えてください。x の値が0度の時は、3x も0なので、サインの値は0です。x の値が1度の時は、3x は3になるので、サイン3度の値を求めることになります。そして、x の値が30度の時に、3x は90度になるので、サインの値は1になります。x の値が60度の時に、3x は180度になるので、サインの値は0になります。このように、ここに、3という数が入っていると、グラフは、忙しく上下することになるのです。そして、ここを超えると、このように、負の値になり、
x が120度の時に、3x の値は360度になるので、0になります。これで、スタートと同じ状態になりました。あとは、この繰り返しです。この場合は、120度ごとに、繰り返しがあるというわけです。この120度のことを、sin 3x の周期、と言います。つまり、sin 3x の周期は、120度である、という言い方をするのです。ちなみに、sin 2x の周期を求めるなら、2x の値が、360度になるときが、1周期なので、両辺を2で割って、x イコール180度となりますので、この関数の周期は180度ということになります。さて、この数が1より小さい値の場合、例えば、ここに2分の1が入っていると、グラフはどうなるでしょうか。x が10度のときに、この部分はまだ5度にしかなりません。つまり、角度は、ゆっくりと変化することになります。グラフは、このように、まったりとしたグラフになります。では、次に、ここに、2がついている場合を考えます。これは、簡単です。サインの値が2倍になる、というだけのことですので、グラフでは、この点が、この位置に来て、この点が、この位置に来る、ということになります。つまり、この数値が大きくなると、グラフの振れ幅が大きくなるのです。よって、この値のことを、振幅、と言います。では、シミュレーションで、しっかりイメージを作ってもらい、このページは終わりとします。では。